どうもー。どうもー。さあ、今回は、ちょっとね、はい、今のご時世にちなんだものをオリジナルで作ろうかなと思ってまして、こんなね、可愛いものが売ってたわけですよ。見てください、これ。じゃじゃーん。マスクック。イエーイ。対象年齢は、ちょっと、6歳となっておるんですけども、まあ、私たち6歳以上なんでセーフ。セーフセーフイニシャル入れたりとか、イラストみたいなのを貼ったりとかして、ちょっと可愛くするんですよ。これいいよね。で、チャームをつけたりできるんで、あと紐も自分で色を選んだりとか。すごい。すごいよね、今こういうおもちゃがあるんですよ。で、リフィルセットっていうのがあって、はい、これが、すみっこ暮らし、はい、でこれが私たちの大好きなサンリオ。イエーイ、サンリオ。サムさんもいるよっていうね。いるよね、サムさんいたんだよね。ほら、ちっちゃい。これめっちゃ可愛くない？可愛いよね、ちょっと開けてみよう、これだからシールとか貼るやつですよね。で、これ紐でしょ、紐で、マスク、で、マスクも結構カラーバリエーションがあって、で、これチャームと、多分これこの台の上でつけるのかな。あ、これはシールつける用の台だ、多分。スリスリ、いや、超かわいいんですけど。ほんとだ、うわやば、超かわいいんですけど。サムさん、お疲れ様です。どうも、サムさんいた。しかも見て、これサンリオさ、もう元々キティちゃんとかいるよ。うわ、すごっ、かわいい。え、ここにもういるね、キティちゃん。わあ、かわいい。黄色でやってみるかな、私。じゃあ黄色、あ、ブルーなんじゃない？これブルーかい、ブルーかいこれブルーかい、これブルーかい、これブルーかい誰やっぱやばい。私はちょっと水色と黄色。私はちょっと黄色。はい、これで作ります。はい、まずマスクをここの台に挟んで、シールを切り取って、で、転写シールをこう自分の好きな場所に置いて、で、このプリーツにかからないようにシールを置くんだって。あ、広がっちゃうとシールが取れちゃうから。で、スティックでこすって転写しようだって。あ、はい、これね、チャームもさ、何種類かあるよ、出しとく。かわいい、かわいい。これリボンだよ、ほら。それめっちゃかわいいね。あ、でもピンク、ハート。ちょっと、じゃあこれつけてみよう、1個。かわいい。え、めっちゃ見るへんじゃん。ね、この辺のシールをね、全部使っていいんだって。顔。お花とかある。わ、お寿司とかあるんだけど。見て、このかわいいお寿司と恐竜と車みたいな。で、男の子にもっていうことだもんね。そうそうそう。で、こっちはほら、ユニコーン的な。なんて言うんだっけ、これ。ペガサス？ユニコーン。どっちでもいい。あとほら、ニコちゃんとかね。あー、かわいい。動物もいるし、かわいい。え、これ選び放題。やばいよ、これ。見て、お花とか、あ、かわいいよね。わぁ、わぁ、かわいい。イニシャルとか入れちゃう？あ、いいね。これ。数字もあんだよな。数字いる？年齢？マスクで年齢アピールするの？38。恥ずかしい。やばいよね。可愛くしたい。めちゃくちゃ可愛くしたい。私本当こういうの作り始めたら2時間ぐらいかけるからね。だよね。そうなの。時間かかっちゃうから、巻き目にやるわ、ちょっと本当に。こだわるもんね。やっぱこういう作業好きでしょ、しかも。大好きなんです。いや、でもすごいよね、このご時世に合ったさ、おもちゃというかさ。だって昔だったらマスク作るさ、おもちゃなんてなかったよ。ないない、探してもない、うん、すごいね、次から次へとやっぱアイディアが。そう、だからこのご時世に合わせてさ、開発したってことはさ、もうさ、こういうアイディアをすぐ浮かぶ人がいるってことだもんね。本当だよね、早いよね。ちょっと名前入れちゃおうかしら。その入れちゃう、You、それとも本名ここで急に。あ、すみっこもかわいいね、あ、ほら、かわいい。もうすみっこだらけ、うん、それで一回転写してみようかな、
で、あとで足せるもんね、多分ね、うん、これに、まずちょっといい、やっちゃって、うん、これを挟んでつてる、うん、よいしょ、こうして例えばもう、すごい可愛いことしようとしてるでしょ、こうして、こうでしょ、うん、で、これでゴシ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 、これでいいってこと、うん、ほんまじゃない、不思議だな、すごいね、うん、よし、今一箇所やってみます、ペロペロペロリンチョ、あー、ついた、できた、見て見て、ほら、ここに今つけたんですけど、なんかパーティーのなんか、うん、ヒラヒラみたいなやつ、え、めっちゃ可愛いじゃん、すごい、じゃこれ、これをやってくれよ、オーフィルムとか、はい、どうぞ、あ、どうす、お姉ちゃんありがとう、何か作るとき本当に姉ちゃん感すごい出ますよね、いや、手地がわからなすぎなのマジで、いやどう、いけた、うん、あーすごい綺麗についた、見て上手、ハッピーハッピー、これはちょっとハマったらやばいぞ、私この転写シールさえあればさ、うん、マスクはだって何枚でもあるわけだから、うん、市販のやつでもいいわけよ、そう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 、やばい、 M が紛失した飛んでった、 M がどっか行った、どこ行った、ちょっと待って、本当になくなっちゃった、うん、これ、貼り付いてる、どっかどこに、うん、もうピンク、エモエモを探して私の計画が、あ、これの下は、よかったよかった、よかった、ね、お探ししました、ゴリ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 マスクゴリゴリ怒られるわ最近のおもちゃ進化しててね、うん、全部やりたくなるんですよ、進化しすぎ、楽しいね、うちらがさ子供の頃にさ、うん、こんなにさ優れたおもちゃなかったよ、なんと思う、もっとやっぱ分かりやすいさおままごととかさ、そうだね、それはそれで楽しかったけど、うん、あのさ着せ替えとかさ、うん、今なくない、あ、やんないのか、着せ替えってあんのかな、あのほら髪の、うん、わかる、うん、あれ久しぶりに触りたいあれ大好きだった私、もうめっちゃ、ちょっとやってた、頼もう、今度やろう、うん、着せ替え、あれめっちゃ好きだったんだよね、あれさすげえ可愛かったよね、うん、あれが最先端だったもんね、あ、おっしゃ来てる、可愛い、来てる、めちゃくちゃ可愛い、目で見ないでねこういう子いたよね、いる、いたじゃん今いたねあー楽しい延々とできんのよこういうのって、やっぱり特にマリちゃんはそうだと思う、細かい作業、細かい作業ずっとできるね、うん、大好き、なんか A 型丸出しって感じ丸恥ずかしいなんか恥ずかしい、私今ちょっとお振りすぎて声ちっちゃいもうこれもうマジマスクックの見本にしてほしいぐらい可愛いのできた、うっそ、うん、超自信作乗ってきちゃったからサムさんのこれでゴリゴリしてからいつの間にサムさんゴリゴリしてるから、あ、ねえねえねえ、んこんなのあるよ、ほら、あ、チャーミングシールみたいなやつ、もうなんかこれチャーミングシールっていうの、ほら、わ、懐かしい、この感じね、えぷくぷくのめっちゃ可愛い、え、こことかよく貼ってませんでした、ピアスみたいな感じ、あー、うん、それも懐かしいそれさ、そう、チャーミングシールって私は勝手に呼んでたけど、あ、勝手に呼んでたの、え、でも多分チャーミングシールっていう名前だったと思うんですけど、え、なんか可愛いけど、来た、うん、来ましたが、ついに
ビシッと来る時間が来ましたね。やっぱ今風に1個だけの方がいいのかな。うん、あ、どっちでもいいよ、両方つけてもいいし、うん、私は1個だけいくわ。この耳の後ろから出てる感じが可愛いと思うんだよね。うん、来てるわ。来てる、うん、もうマスクック職人って呼んでほしい。マスクックさん、こんにちは、マスクックさん。素敵だな、それ。私にも教えてください、マスクックさん。可愛いな。できた、はい、よっしゃ。さあということで完成したので、はい、つけてみたいと思います。はい、いい、はい、せーの、さらーん。かわいい。見て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 、まずこのねチャームがやっぱかわいいよね、うん、でね、私はマリって入ってますね。ハッピー、テジって書いてある。どこ、あ、テジ、テジ、テジ、マリテジ。こっちにサムさんがいて、本当だ、かわいい。めちゃめちゃかわいいじゃん。もういろいろ取り込みましたっていう、はい、かわいい。これ撮ってみせる、うん、こんな感じ見えるかな。かわいい、かわいい、いいねこれ、うん、なんか男の子バージョンも作りたいし。そうだよね。だからさ、あのマスクをさ、どっかに置いてたとしても自分のことすぐわかるじゃん。わかるね、うん、いいね、うん、対象年齢6歳ですけども、はい、38歳の私たちも、はい、かなりテンションが上がった、おもちゃでございました、はい、これいいよ、ね、これぜひ皆さん、あの親子でもね作れるし、うん、これカップルでキャイキャイ言いながら作ってもいいし、一人で黙々もいいし、いいし、いや本当に超おすすめ、うん、すすめ、ぜひね作ってみてください。作ってみてください。嬉しいですね。